1894年12月文学会第24号に発表した。1896年には太陽に再掲載されている。貧乏のもとに生まれた人たちが背負っていかなければならない人生を描いており、一葉の貧困生活の体験から生まれた作品。大津小森は大晦日の意味。明治27年は一様が下屋流線寺町から、 本郷区丸山福山町へ転居し、荒物雑貨、鷹支店を営みつつ、執筆に専念している時期の作品で、暗夜に続いて発表。翌年には後に代表作を評される文学会へ、竹比べを発表している。山村家に方向に出るお峰の大晦日近辺を描き、お峰と作者自身を重ね合わせて、明治期の女性の悲哀を浮かび上がらせている。 未抵抗などの肉筆原稿は、日本近代文学館に所蔵されている。18歳のお峰が山村家の方公人となって、しばらくした後、お暇がもらえたため、初音町にあるおじの家へ帰宅する。そこで、病気のおじから、氷菓子から借りた10円の期限が迫っているので、踊りを払うことを頼まれ、山村家から借りる約束をする。 僧侶である石之助が帰ってくるが、石之助と御心臓は、仲が悪いため、機嫌が悪くなり、お峰は、お金を借りることができなかった。そのため、大晦日に仕方なく、引き出しから一円札二枚を盗んでしまう。その後、大勘定のために、お峰が二円を盗んだことが露見しそうになる。お峰はおじに罪を被せないがために、もしおじの罪にとなったら、自殺をする決心をした。 ところが、残った札束ごと石之助が取っていたのであった。ありがとうございます。